あと机の上に2つなんかカバンが乗ってます、袋が乗ってますけど。重たいですね、どっちも。重たかったですか？重たい。はい、じゃあどっちから。え？本。じゃあ1個目開けます。はい。なんか可愛い女の人の紙袋ですね。何が入ってましたか？これ最近ラッシーこの人が、はい、それとなんかペットボトル入ってますね。多いお茶、はい、それがセットなんです。多いお茶を、ね、今日ね、ここからファインっていう薬局に買いに行ったんですけど、うん、その多いお茶を4本買うと、その緑の保冷バッグ。4本買ったってことか。そうなんです。なんですけど、そうそう、あいちゃん好きやから、まあいっかと思って。次は何でしょう。チキンナゲット。はい。あ、ミッキーの顔の形だよ、だって。そうなんです。見えないけどね。あ、見えた。うん。それは何ですか。スミキグラスのキャンディ。はい。ヨーグルト味、ピーチヨーグルト味、マスカットヨーグルト味ですね。はい。何その嬉しそうな顔。お弁当隅っこに入れてウインナー。何のウインナー。隅っこウインナー、はい、今日美味しいよね。あなた好きだよね、うん、来週お弁当を作らないといけないですよね。そう、期末テストなんでね。かまぼこ、はい、あんまり好きじゃないけどね、あなたはね、うん、ポケポニなんかそれ可愛くない？なんか可愛い、可愛いでしょ。レモンとソーダとコーラとブドウ、はい、全員わかん、全員っていうか一人わかんない。ピカチュウとポッチャマとイーブちゃんと一人がわかんないな、うん、なんかいろいろ見つけてしまって可愛いかなと思って。じゃあ開けます。はい。大きめかな。なんかね、ペットボトルがちょうど2本入る大きさだって。映画これ入れていい？ここに。ちょっと、見せて、保冷バッグ。上に上げて。そこがね、引っ込んでるからね。あー、なるほど。なんか、すごい可愛いと思って、欲しくなったんです。どうやったら入るでしょうか。そうだね。そうだね。簡単に見せてくれる？お顔をこっちに。あ、かわいい。なんかいろいろあったんだけど、顔ついてる方がかわいいかなと思って。